アウグスト三世のレガリアの奉仕防止とは十字架が上についた球体のことである。帝国防止とも言う。中世を通して、そして今日でもキリスト教の権威の象徴として、効果図像学、レガリアで使われる。また、世界に対するキリストの支配権を象徴する。地上の統治者が文字通り主で持つことで支配権を表す。 キリスト自身が報酬を持つ場合は、西洋美術の図像学では、世界の救世主として知られている。王尺と組み合わせて描写されることが多い。東ローマ帝国皇帝レオンティオスの効果に見られる、報酬帽子を持つキリスト、サルバトール・ムンディー知られている最古の報酬は、最も確かなものは423年の東、ローマ帝国のテオドシウス2世の効果の裏側であるが、 395年と408年の間のアルカディウスの効果の裏側の可能性もある。世界を人の手で持つ、あるいは世界を人の足の下に置く、あるいは世界に座ることの視覚的象徴性は古代からヒキリスト教との間でも使われたイメージだった。ローマ市民は世界、または宇宙、そして皇帝のそれに対する支配と保護の表現としての球体に親しんでいた。 例えば、4世紀の皇帝コンスタンティヌス一世の時代のコインは手に球体を持っている。また、2世紀の皇帝ハドリアノスの時代のコインは、ローマの神サルースが球体に足を乗せている。5世紀のキリスト教の発展に伴い、世界に対するキリスト教の神の支配権の象徴として、球体の上に十字架がつけられた。キリスト教徒にとっては、 皇帝が神に代わって世界を手で持つことが象徴的であった。中世の図像では物の大きさが周囲の他のものと比べたそのものの重要性を示した。そのため世界は小さく、統治者または天使は大きくされた。球体は全世界の象徴だったが、その様は世界の小部分の統治者たちの間に増殖した。 強力な統治者と展開の存在によって使われた。宝珠は大天使と同様に皇帝と王の肖像を飾った。王冠の宝珠はデンマーク、スウェーデン、ベルギー、オランダ、イタリア、スペイン、ポルトガル、ハンガリー、ルーマニア、ユーゴスラビア、ドイツ帝国などヨーロッパ中で実際の王冠や紋章の王冠の長部装飾として使われた。 宝酬はまだ今も残るヨーロッパの君主国の国章で見られる。現代のイングランドでも君主の宝手は王冠の日後と支配のもとにある国家と英国国教会の両方を象徴する。ありがとうございます。